言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなどリピーターには大人気です。さあ、今回はですねホテルジップさんにお邪魔しておりますね、はい。最近ね家から自転車で来て、うん、この T シャツを着て家から通勤するんですよ。自分で選択してね、あのスタッフですね。もう、これ僕の仕事着兼寝巻きですから、ね、家では寝巻きとして寝巻きの欄につあのつまりますから、はい、ね、であのさっきもあのマロちゃんと歩いたらあのお客さんちょうどお客さんが入っていて、あの部屋掃除お願いします。はい、わかりました。スタッフ、スタッフ、はい、はい、しっかりね、だいぶよれてきましたよ。おー、綺麗。なんか、おしゃれ。はい。この部屋のなんかコンセプトがあるんですか。はい、ゴールドブティックっていうお部屋になってまして、はい、ちょっとゴールド感を出してるんですけども、最新の VR。うん、とかも準備の方させていただきまして、今日はね、はい、VR ってまどかちゃんやったことない？ないです。一度もない。あのね、うん、VR 立体的に見えるんだけど、俺も見たんだけど思わず やってる。あの見た瞬間に全裸になっちゃったもんね。その VR ですね。ああ、なるほど。こちらがはい、お風呂が、そうですね。ね、前も紹介したし、なんだっけ、ミルキーバスだったっけ、なんだっけ。マイクロバスですね。特徴は？はい、ですね、うん、細かい泡がですね、出まして、うん、まあ、毛穴の奥まで、あ、なるほどね。はい、入って、汚れが、はい、落ちてツルツルになるっていうですね。すごい。あじゃあ入るか。いいです。え、入る？入る？いいですか？入って。いや。今回ね、ちょっと言い忘れましたけど、カメラが新人初心者マークのカメラでね、大丈夫かな、撮れてるか、ね、うちのカメラ、いつものカメラの古沢が病に倒れましたので、はい、ね、古沢さん、追悼を込めて、はい、今回番組をお送りします、はい、ね、はい、今日はこの部屋でこちらのテレビでですね、はいはい、大画面で、はい、YouTube とか、うん、まあ、アプリの、契約してる、うん、ものとかですね、プライムビデオとか、そうですね、Amazon TV とか、なるほどね、はい、がこの大画面で、でそしてプライムキャ、まあ、いろんなやつが見れるとで、ね、で携帯も接続できて、はい、まあ、そうですね、今携帯の時代ですからね、そうですね、ね、そういった、はい、完備も装備もあると、はい、そうですね、なるほどね、はい、うん、実際にテレビ画面に、はい、YouTube を流したいと、はい、あ、なるほど、はい、やってみましょうか、じゃあ、はい、はい、思います。はい、ではですね、画面をですね入力切り替えで、ね、Chrome キャストっていうものに、うん、切り替えまして、はい、あとですねお持ちの携帯ですね、うん、で、この部屋がですね、717のお部屋になりますんで、うん、Wi-Fi 717っていうものに、接続していただきまして、そういう手順があるわけですね。そうですね、はい、で、見たい、アプリも開いていただきまして、そこにですね、Wi-Fi 接続 のマークが画面上に出てきますんで、で見たい、ものを携帯の方で、選んでいただきまして、ね、はい、はいはい、でそれを選択して再生の方をしていただきますと、はい、このように。見たことある。君
なかなか細かい芸を使ってもうこれ1年ぐらい前ね、具志堅さんとやったやつですね。すごい。はい、では今回の合言葉よろしくお願いします。はい、合言葉は、クロームキャストでお願いします。はい、クロームキャスト、これ言っていただきますといつものサービスが受けられます。